栗山監督、試合後、私の部屋を訪ねてきた選手がいました。2015年シーズンのある試合後に、私の部屋を訪ねてきた選手がいました。監督の部屋へ来るということは、精神的にかなり追い詰められていると想像できます。翌日から私は、試合のあった夜はお酒を控えることにしました。監督があから顔で部屋のドアを開けたら、選手は、すみません、また今度来ますと引き下がるでしょう。勇気を振り絞ってきたに違いない選手の思いを、踏みにじるようなことがあってはならない。デーゲームでもナイターでも、試合日はお酒を飲まず、外出もせず、部屋にいることにしようと決めました。すごくいい話なんだけど、意味深に聞こえちゃうのは、私の心が歪んだからでしょうか？ただ。そうしかない男。あのさ、良いこと言ってるんだろうけどさ、余計な言葉はいらない。あっくん。お酒入るとあれがね。2015年ってあの伝説の男？やっぱ言葉より身体よな。普通にすごい人だよなこの人。ソースが追いかけてくる男。発言は校長先生みたいだな。教え子がみんなおっさんだから、ホモっぽく聞こえるんじゃないか。エピソードと結果だけの男。言ってること自体は成人そのものなのになぜいかがわしく聞こえてしまうのか。ソースの擬人化。余計な言葉はいらない。勲章力あるよな。さすがは国公立大学出てるだけある。